れの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。ビーアストニッシード前に行きそうです。パラレルビジョン、それに続いています。さらにはジャスティンパレス、4番ポンプラット、その後ろビーアストニッシード先手を取りました。これに続いてマイキャンドウィング、レバンジル、そのうちに続いています。その外からサンセットクラウド、口からはフラダリア、ミスターホワイト、それに続きます。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。すぐ後ろにサトノヘリオス、口からはディカムカプール、名将ラナッキラ、すぐ後ろその隣にヤマニンゼスト、口からはオルドブフーシュ、赤の帽子ベローナシチ、その後ろ間が空いてアスクワイルドモア、最後方にジュンボロッサム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番ポンプラット、レースを引っ張ります。並んで13番ビーアストニッシード、先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はポンプラット、ビーアストニッシード、ほとんど差がありません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はポンプラット、その隣からはレバンジグ、並んでビーアストニッシード、離れてジャスティンパレス。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わったレバンジル、2馬身から3馬身のリード、コンプラット2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はパラレルビジョン、レバンジル先頭だ。先頭はレバンジル、1着でゴール、2着はベローナシチ、レバンジル見事このレースを制しました。